大崎市ということで、あ大崎義高と、大崎の一門で、しわ郡に入った柴章直。この柴さんも実はなかなかあの難しくて、百崎雄一郎さんはこれをしわというふうに呼んだったんですけども、義行とか全部。私もちょっと実はこれ悩んだんですけども、百、まあ、崎さんの世美さん、多分正しいんだろうと。 思ったんですが、つかわざわざ芝と普通におめでとわざわざワというふうに振るというのは、これはあの多分申し訳ない、正しいんだろうと思っても、フランスの天皇の時には、途中までワで行ったんですが、やっぱりちょっと日和って芝にしたんですけども、ワとかワとか、とかそういうふうに書かれていることが多くて、これはやっぱりワと読むべきなんだろうな、それが多分途中で何らかの理由で芝になったんであって、ってことなんだろうな、というふうに思っております。 大崎さんの文献がこの香水寺、芝ですね。どういう関係かということですけど、まず、系図産業の大崎系図によると、芝家っつうのは、この足利宗氏、足利が高常、で、この辺から芝家になると。で、大崎直餅、最上兼織、これが最上氏ですね。宇宙探偵の最上氏になります。こちらから秋餅、三秋、三餅。 持ち飽き、持ち金、乗り金というふうになると、計算には書いてあるわけなんですが、これ見ていただいたら、この乗り金というのは足し義りから名前を配慮してるんですが、ちょっと台数行き過ぎちゃうんと、えー、いう気がしますね。ここはまあそこそこ正明だったんですが、この後パタパタパタとこの吉重、吉安、吉里、吉武とパタ,パタパタパタと死んでいく、こいつらと比べてもちょっと死に過ぎじゃねと、えー、いう感じがします。 えー、だからこの「経図産業の大崎経図っいうのは、えー、ちょっとりょお多すぎじゃねということで、えー、遠藤岩尾氏はあの「室町幕府守護家辞典」というやつで岩田明さんがはじめ選出した「室町幕府守,あの守護職家辞典」という本がありますがその中の解説によると、まあ、あの最前のこの三「三ゃんと「三つきなんですがこの秋ちの後三つち持に持ってって その後三つら持ちらで、持ち金が名前を変えて、乗り金というふうに、まあ、あの、処理でこれやったら確かに、吉乗りの、まあ、この辺がギリギリ台数的に、若干回転を早くしたらいけるかなというイメージですね。だからそこまでいけるといいんですが、その一つ、あのうーんと思ったのは、この持ち金さん、乗り金さんの、この活動時期について、 基本的にこの1450年から1477年が彼が非常に活発に開催された時期なんですが持ち金の名前を持とうと思ったら1429年までにはこの人は元服してないと吉持が死んじゃいますからその辺がちょっとあのどうなのかなと私はずは思ってます。 要するに、この1029年から1050年活動開始で、この活動時期が長すぎるんで、持ち金と乗り金は分けてもええんやないかなというふうには思っております。この辺どうなんだろうなというあたりがありますけども、まあ私の場合、そういうこの辺の返金の動きからだけしか見てないんで、持ち金と乗り金を一緒くたにする話については、何とも言いかねます。あのこのあたり実は 大崎市に関しては、このほ,ほ,ほぼ彼らは資料がないんですよね。だからよくわからないというのが現実です。欧州と芝市ですけども、欧州と芝市の関係というのは、まあ一般に芝家江永というふうに言われます。この足利高恒、いい意味で芝にしますの、ね、で、芝高恒さんと呼ばれますのは、まあ、本人は芝とは名乗っていないと。芝吉行きのあたりから芝と名乗っているらしいんだけども、まあ実際に、 当時の国記録等で芝という名前を使われてくるのは、あの大江2年にあの義行のことを、まあ、芝全門というふうに呼んでいると。ただ、この芝義行に関しては芝というふうに使われているのは非常に少なくて、基本的には風の工事全門とかいうふうに言われているわけですね。だから柴いうのも嘉の工事と同じような呼び名だっただろうと。で、そういう意味で苗字的に使われているのは大江29年の この芝吉哲の時代まで下たがるけども、これ、亀田俊孝さんがあのツイッターであったんですけども、芝というふうにはっきり書かれているものをほとんど見たことがないと。だから彼らははっきり芝というふうに名乗っていたのかどうかっいうのは非常に疑問であるというふうに書いてあって、ああ、なるほどなと。確かにあの、万歳十五日記とか、あの関門日記とか、陳陽記とか、そういう同時代の資料をザラザラザラっと見た範囲では、基本的に武衛と書いてあって。 武衛細川畠山ってうんじゃないのね、三関連に関しては。だから、案外、芝という名字が使われていたのかどうかに関しては、微妙なものがあると。で、この芝っつうのは、この芝家長、これはまあ芝でいいんだろうと。この子孫を称するのが香水寺、芝家なんですが、途中で芸当が変わると。 柴家長さんですが、柴高恒の長男です。実はこの義行は三なんですね。で、芝高恒の長男で、1735年に欧州総大将になってます。この欧州総大将というのは、王の軍事資揮を、うん、指揮した、非常にきょ巨大な権力を持ったものであって、あの足利高恒というのが、足利高氏からいかに信頼されていたかってうことですね。で えむずの国の、こちら、しわぐですね。こちらはシワ郡と。シワ郡に、えー、行ってます。だからやっぱりこれ、あの、しばさんじゃなくて、多分シワさんというべきなんでしょうね。それが、まあ、あの、この、名前に関しては、えー、やがてシばと読みやっていたと。シわからシばへ。室町時代の諸里、室のさっやったかなには、あの、しわと、はっきり、あの、プリガナというか、 アテジが書いてあるんで、これ多分、室町時代の中では、しわさんと言ってたんだろうな、というのがわかります。このシワ軍通の足、し家の始まりとある足利家氏が改良した類であって、その類に下校をしたってありますが、クエスチョンマークがついてます。これは、あの、難しいところなんですよね。ウィキペディアでも、下校と書いてあったり、えー、別の項目を見たら、 足利義明の質になってたんで、結構押してないだろうとかいだっ,ったりして、非常に難しいので、シ、え、ャーないこういうときは、あの、大日本資料をくるんだと。大日本資料をめくるんだと思って、大日本資料をめくりました。これ、大日本資料は、あの、昔は、わざわざ大学の図書館に行くか、それとも、死の度高いものを買うか、買っても、あの、ほとんど売ってないぞ、みたいなものなんですけど、今は、あの、大学に行かなくても、 ネットにつながっていれば、実は大日本資料がは発刊しても全巻見れると、東大資料編纂所書のデータベースがあって、大日本資料でググ e と2番目あたりに東大資料編纂所書のデータベースが出てきます。これの便利なところは、例えば、芝家長でググ e と、芝家長関係の大日本資料が収められている資料が全部ざっと出てきてで、そこをクリックすると、大日本資料の本文が ネット上で見られるという、大日本資料を売る気ないやろ、なやろきみらみたいな感じですね。多分一般人が大日本資料を買う必要はないよと、えー、東大城屋さんはちょっと見てたいなと思います。要するに、大学が、えー、抑,え抑,え抑えろと。で、あの一般の人々は、ただで見てくれと、えー、いうことですよね。で、彼はシワサブローと称しており、北を手がけで戦っている。だから、もしこの下校しているかどうか、このクエスチョンマーク以下によっては、どこで戦っているかが分からないわけですけれども、 ウィキペディアの下校した派の方では北畠がキーを後から後ろから追っかけて戦ったけども敗北しましたというふうに書いてあるんですね。足首家の出にいつになったのかということこっちが実は問題じゃないかなと思うんですね。足首諦の出陣になったこれ光明寺古文書なんかに足首諦の意を報じている報書が見られるんでまあこれのことなんだろうと。 他にもこの頃鎌倉の方におって足利義明の法相、えー、の法者になっている例が見られるんで1336年にはそういうことだったら1335年に一回手話軍に行って秋江と戦って敗北しそのまま鎌倉にやってきて秋江が鎌倉を落とした後そのまま鎌倉を占拠せずに行っちゃったんで、まあ、秋江の狙うところは 都であって、鎌倉を選挙続けることには興味がないと。だからその結果、鎌倉を回復して、吉弥かが鎌倉を回復したときに、まあ、要するに、秋江、鎌倉をいわば通っていっただけなんですね。通っていったと。秋江が行っちゃった後は、再び足利吉弥が帰ってきてるんで、まあ、その時に失陣だった可能性ありますね。で、北条氏の残党、あ中仙台の乱の残党が放棄して、それを、 叩くのに柴家永が出陣していますところが京都に行って高尾城を追い出あと奥州に帰ってきたんですけどこの奥州に帰還する秋江軍を鎌倉で迎撃して敗北しています。だからこの人は秋江には連敗中ですね。でさらに1 3 3 8年北畠秋江がさあの再度の上洛を果たそうとするときに鎌倉に迎撃して戦死しています。ということは。 基本的には彼は鎌倉にいて、もしかしたら陸奥国の島軍にいたかもしれないが、その辺はいたかどうかも定かではないけどこの1336年以降にしか、この吉明の出場というのは見られないんで、35年に一旦欧州総大将任命された段階で、島軍に入っていても不思議ではないですね。この島軍に入って北の方から、 南の方、現在の、えー、仙台の北の方にある陸奥、えー、国府にある北の敵家を後ろから牽制していたとしても不思議ではないです。昭家には3度戦って3度敗北で3度目で戦死してしまったということになりますね。で、この秋江軍は結鎌倉をあっち戻してそのまんまやっぱり鎌倉を全く守らずに要するに目標は昭家軍は基本的に鎌倉を占拠し続けることに関心がなく京都に向かうので。 で、その時に、えー、北条時行を味方に加えて、昭恵軍はそのまま都で、都の方に向かっていって、そこで失敗して、最後は昭恵軍は石津川で戦死。で、あの北条時行はそのまま関東,の関東に残って、鎌倉に興味はないといっても、時行はどうもそのまま関東に残って、まあ、関東の南朝方として戦っています。まあ、柴家長はそういう意味では、千葉という名前を名乗る最初の人間と 言ってもいいですあの本人、しわ三郎になってますからあの、そうなんですが、実際には欧州との関わりというのは非常に浅いということですね。で、一応、シワのあれですけども、その後も、その子孫もよくわからない。一応、香、えー、水寺芝家はこの、こうして続いてるというふうに説明はされますが、系譜とかも明らかではないということで、家長の子孫はよくわからないというのは現状です。 大崎、それから最上、えこういったシワ一族の、そうなるのはこの家館ですね。宗氏の子です。つまり高恒の弟にあたります。まあ、宗氏は早ずにしたようなので、まあ、3歳年上の高恒がいろいろと早くから足利終わりの神家の名前としてまあ頑張ってると。1336年、家鐘は若狭主婦になります。1338年には隣国の 越前の守護である高恒ともに、ラスダンダ倒の戦いにも加わっているということで、まあ、若さ守護、現在の福井県をこう抑えていたと。で、観音の上乱では、親父兄貴と千伯、足利高寺派についています。その結果、さあの高恒と千伯、引き付け党人になるなど、お、ま、い、あ、しい目にあっています。で、1354年、欧州官令として、陸、え、奥、ー、の国の中新田城。 現在の宮城県上町に下校し、えー、そこで、実は欧州関連で一方ですね、平田大恵、畠山国明、石堂義則、石橋宗義ラトの戦いがあって、この中で最終的に勝利したのは芝家兼であと。だこの芝家兼がその後の欧州関連欧州短大になっていったんですね。で畠山国明これ、これは畠山の本家で,でしたが、二本松の 国人として生き残るということで、まあ他のキラとか指導とかもまあ黒人領主、まあ、で最終的に大崎も黒人領主になっちゃうんですけどね。大崎氏の始まりです。柴忠持彼は1352年に自分の太夫、忠持として、えー、初登場します。まあ、これは明らかに直、まあ、ちと多分読まずに。 この頃のこの字を持っている人はたい足利忠義からの返記でしょうから、忠持と読むんだろうと思います。ウィキペディアには、まあ、後に忠義から離反するんで、名前を直持ちに変えてるのかもしれないとありますけども、多分忠持でいいと思います。芝忠持として自分の体育直持。若さでを率いて、なんせ親父が若さの守護ですから、えー、若さでを率いて、ご黄金天皇を守護しています。 これ、1352年というのは、南朝方による攻撃が盛んな頃ですね。観音の上乱の、えー、将兵の一党、こういった後、擁立された後皇后皇天皇をしばしば、えー、京都から追い払ってますけども、まあ、この時に、忠持は後皇后天皇の周りを守護するという、そういう役割を果たしています。で、1354年につの国に、欧州総大将として、欧州官令としてつの国に、 行きます、まあ、親父が大衆家になったんで、それにつき従っていきます。で、親父は、先ほど見たように、1356年、六年欧州からで、2年後に死ぬんですけども、56年には父親の嫁いで、欧州衆家にで千三百六1363年に左京の大部になっています。この左京の大部というのは、この大崎市の代々の関東になります。で、1367年には両官令、両慣例、きらみつえと芝忠もへの協力を白川祐樹昭ともに命じていると。 いう文章がありますんで、まあ、このこ頃には、キラと芝の両慣例というふうに言われていたらしいことが分かると。いつからこの人らが大崎となるのかというのは、このただ持ちなのか、秋餅なのかというのが分からないんですが、ウィキペディでは持ちにしてますけども、まあ、後ろの方にしておきました。大崎秋餅。えー、ただ持ちの嫡男で、吉ラから、 一時ま,でまあ確か、たぶんこれ、秋餅と見たくなりますけども、秋餅なんでしょうね。吉明が一致取ってるんで、一時廃領なんで。で、彼の時期から、家氏の丘陵である下宇佐の国、香取郡、大崎にちなんで、大崎氏と称すかとうふう言われてます。だから、明治の地名通のは、大崎氏は下宇佐の国、香取郡の大崎であったと。これは家氏の丘陵,であ丘陵であって、 要するにうちは足利家康から,つらなる名門であるというそういう自己主張なんでしょうね。と同時におそらく京都の中央の方でこの義行が寒冷なったあたりから足利という名前を名乗るなというそういうプレッシャーもあったかもしれません。足利高常なんかは寒冷なることを我が家の課金と我が家の傷だというふうに言い放ったんですけども義行は足利と 張り合うんじゃなくて、足利の下風に立って、まあ、その下で実際に権力を振ろうという方を選んでいきましたので、まあ、その頃おそらく足利義行が柴義行と名,あの名乗るようになり、その結果、柴忠持の子孫らは大崎を名乗るようになったということなのかなと思います。で彼は1361年から欧州の活躍が見られます。 1375年には、先ほどの大ぶなっているということは、1375年頃には、忠持ちは、おそらく隠居して、秋持ちが、秋持ちが、まあ多分、大崎市の家徳をついたんだろうと。と大崎市の家徳及をび、欧州関連の地をついたんだろうと。ととか、1390年、大両国の鎌倉府以下によって鎌倉大従になります。だからまあ、王から大崎市は、一旦引き上げさせられたと。まあ、足利が、 三つの足利三忠、この笹川区保と稲村区保の欧州派遣にまあ反発して伊達政宗の乱にこうした,した結果、それにもう露見して結局鎌倉,鎌倉でツイートを受けて鎌倉から欧州に逃げ返る途中に追いつかれて取り囲まれて自害に追い込まれたということで、まあ、なかなかハードな、えー、ことになっております室町時代の大崎寺ですけども まあ室町時代の大崎市というのは、先ほども言ったように非常に混乱しており、要するに、系図産業を単純に信用するのか、余る飯し旧や御内書などに載っているものをこう細かく積み上げていった遠藤巌さんのこの室町幕府守護職系辞典、これを信用するのかと。 まあウィキペディアによると、この室町幕府守護職系辞典というのは少数意見であるとあるんですけども、まあこれ少数意見というか、ちゃんと研究した人が、あまり研究している人が非常に少なくて、遠藤岩尾説が、まあ少数説というか、遠藤岩尾説が出たけども、それが果たして本物正しいかどうかというのはなかなか難しいと。で、私は実はこう遠藤岩尾説で正しいんじゃないかなと。どう見ても、ケ図ズ産業をそのまんま 多数説としてこれを使うのは、あまりにもちょっと筋が悪い,いうのは、図産業つのはこれ、江戸時代の後半末期に書かれたものであって、いろんな系図をこう集めてやるんで、そういう意味では非常にこう詳しくて、いい系図関係の書であるんらしいんですが、らしい、いつも私は見てるわけじゃないんで、ただ、もう何でもかんでも押し込んでるんで、まあ、ちょっと使うには、 そのまんま、経図認識を調べるのはものすごくいい本ではあるものの、実際に系図を確定するときには、いろいろと難しいものがあるという感じですね。で、先ほどこれで見ました、これが系図3用の大阪系図すけど、やっぱりはっきり言うて、他の家に比べてちょっと人間が多すぎるというのは事実ですよね。いくらこう、リサイクルを早くしたとしても、 この吉武さんが大体、この吉田と吉武の関係、ものすごい若い状態でって、こいつ24歳で死んでるわけですよね。あのそれも1445年頃に27歳で死んでるというので、こういう状況なんですね。で、他の連中みんな若くて死んでるんだから、それと比べてもこれ早すぎるやろと。10歳ぐらいで子供産まないと、このサイクルは無理やろうというふうに思われますので、まあ、これについては、 こちらの、これで1、2、3、4、5、6、乗りまで 6? こっ1、2、3、4、5。これでもこの辺がものすごく多いんで、なんだなかなとかなんですけども。じゃあ、この辺の連中がどういうあれなのかって実は何もわからないと。この連中がどういう人だったか全くわからない。あ、これ、あ失礼、えー、持ち金。 持ち金でで乗り換えですね。だから2台も多いわけですね。大崎持明ですけども、大崎明持に従って在鎌倉。鎌倉府の追及を逃れて、親父は亡くなりましたが、息子は帰りました。で、伊達持ち宗の乱にこうして戦ってます。で、そういうその結果、こういう家は、 結局、京都と鎌倉の関係が良くなると苦しくなりますが、京都と鎌倉の関係が悪くなると、鎌倉府との対立を持つ大崎家なんかは、室町将軍家とくっつくことによって、生き残りを図るということになります。1424年つうのは、持氏と義持の関係が非常に悪くなって、山入氏を滅ぼすなど、京都府地州を滅ぼした結果、義持はついに足利持氏の追悼を。 まあ諸国に命じると。で、そこあ、大崎市にもそれがやってきたということですね。まあ、これ結局、足利義和がなくなって、で、吉持の後継者になる目が持ちに出てきたんで、持ちじは急遽手のひら返して、吉持にあのすり寄りますが、それまでは追悼をこう要求されるレベルですね。で、翌年には砂金や馬などを献上してます。まあ、実は、あの、 砂金の研究プロジェクトに分担して入ることが決まったので砂金についても勉強しなきゃならないんですが、まあ、こういうのはやっぱりご内書とかをやっぱり分析していくというのがご,ご内書それから南部とか枝手それからこの大崎砂金が多いですね砂金どこから取ってきてるんだろうねということであの今実は あの札幌大学の瀬川拓郎先生を中心にやってるプロジェクト、瀬川拓郎先生とそれから函館工業高等専門学校の中村和樹先生を中心にやってるプロジェクトとつうのは、この欧州藤原市をはじめた砂金というのは、東北だけではなくて、あの北海道の砂金もあったんじゃないかと。で、なんでそんなことを言えるのかとったら、結構北海道のあの、厚間、この前、地震が起こって、地質うえが起こったところですけれども、その厚間町で、 日本製の陶磁器が大量にできたんですねそこそこ出てきたんです、ね、でこれどうなんとのあれなんやろうというて砂金が出るんです砂金関係結構実はこういう東北の金にも結構東北から出てくる金の中に江戸ヶ島の金入ってないじゃないかとであの一回これちゃんと調べてみた結果やっぱり東北の 成分分析を、100回分析で成分分析をやってみた結果、函館高専の方で、とりあえずあの平泉にある砂金は、今のところ、多分東北の可能性が高いという結果が出ておりますが、こういう、えー、あの砂金、これ、どっか行くんだろうなというのはあります。パート2は大崎乗りかねさんでいきますんで、えー、パート1はこの大崎持ち上げのところまでということにしておきます。 大崎というのはこれは京都から欧州関連に任命されているから後から鎌倉が割り込んでくると気分が悪いわけですねそれはそ,れはそうですねそれは伊達も一緒なんですね伊達もそういうことだろうね笹川久保が来たらあの伊達がそれに対して反発して反乱を起こすというのは、うん、欧州の南部はだいたいほとんどが 州になりますね欧州関係で結構共同知多いもともと室町幕府が欧州というのを京都側に置いといて、あこう関八州だけを鎌倉府にしといたのに、途中で奥武を鎌倉府の方に移したから問題が起きたんですね、こういう。そうですね、あれ何考えとったんだろうと思うけども、まあ多分ちょうどその時期って、芝義行の。 あれですよね芝さんって結構関東と長い縁で芝本家は芝武衛家は大崎市からすれば背中から打たれてる感じですよね <laughs> 私のイメージを言うとあなるほどね同じ身内の芝義行のやってることが奥 <laughs> 州にいる大崎さんにはダメージになってるとうんてことするんやとなんてことするんやと背 <laughs> 中からめっちゃ打たバリバリ打たれてる感じがしますよね でもこの大崎も建ても結局京都との関係を持ち続けるんですね。そうですね。それを京都府知州って言うんですかそうです。あの京都府知州。有名なところでは、まあ、あの山入友義なんかは有名ですけども、持ち主に滅ぼされちゃった。うん、そういうの京都府知の友柄と呼んで、まあ、それから京都府知中って言うんですけども、あ例えばあの安藤氏なんかも、津軽安藤氏なんかも京都に。 使者送って、贈、まあ、り物送って、どこにしてもらってますから、あれも京都府知州ですよね。京都側としては、一旦こう王羽を鎌倉派側に移したのに、鎌倉公方と仲が悪くなったら、大羽<た>の方にいる有力な連中を京都府知中として組織するわけですね、今度は。そう,そうです、そうです。これ、鎌倉公方としては気分悪いですね。大変悪いですね。ととして大というのはこれ鎌倉 府の管轄にあるんでしょ？ん？鎌倉府側の管轄下に置かれているんでしょ？ええとたあれ千四百何歩ぐらいやろ？千四百十年より前には京都に戻ってます。あ戻るんですが京都に。そう戻されるんです。まあ二十年ほど。二十年ほど。うん。多分二十年ぐらい。十年から二十年ぐらいあの鎌倉の式があったのは。その辺のフラフラの でもこのふらふらの飛ばし力といのが伊達政宗であり、大崎明文字でしょうね鎌倉府の側としては、奥州が鎌倉府側に移管されたんやから、それはちゃんと通してなかんから、あの2人を送り込むんですね、うん、笹川久保を。うん、やっぱり基本的には室町幕府が何考えてたんやと。まあちょっと一貫しますよね、ここの室町幕府は。 うん、まあ室町幕府は結局結構場当たり的いうか慣例が誰かによって全然違いますからね関東政策も柴畑山と細川はもう全然違いますよねということは慣例に誰がなるかって結構大事なんですね結構,結構あの財津にとっては大事なんですにもかかわらず<で>あの前にやりましたけど慣例になりたがらないんですね だからもうみんな管理やめたがっていてだから多分地方からすりゃ細川市サイドの人間は細川さんやめてくれーなんだけども細川がやめたい言ったらやめてくれーもう芝がやめたいやめたい言ったらやめてくれー <laughs> 特にあのまだ芝畠山と細川やったらまだあれですけども芝が没落して畠山と細川が 慣例を押し付け合う。このシステムになると <laughs> ものすごい無理だけどね。将軍が一貫してその慣例を指導してこの線でやれというトップダウンではやらないんですか。できないんですよ。それ。これはできないんですか？できないんです。足利義教でもできないんです。あの義則は一生懸命。これあの？ 足利三直、足利三直は後に裏切りますから、足利が裏切った三直と細川持行をうまく使いながら一生懸命鎌倉府に圧力を強めつんですけども、畠山三井へと圧、柴吉、まあ特に柴吉圧が強硬派で関東九方ということを聞いてやれというで、なかなかこれは難しいんですよね。で反対されれ、るとこれあの… 室町幕府は前回、あ,のあれと一緒なんですよ、国際連盟と一緒で前回一致なんですよ。ま、ず多数決でやると結局戦争になるから、自分のやることを多数で否定されたら、それは自分に対する否定であると。一見の否定は自分を否定だというのが室町人の精神ですから、俺を否定したやつはあの殺すと。なめられたら殺す。これが武士の本会だと。で、前回一致性を取る。 そうなんでするけど、それでも、町幕府ってすぐに分裂して、南朝の方に行っちゃったりしますね。うん、結局、通らんかったらな、結局、南北朝の里もあったから、結局、全開地しないと、あいつらすぐに逃げ寄ると。で、全開地にしたら、今度はなかなか決まらないと。大崎なんですけど、はい、欧州関連になって、 本拠地、あの、仙台の北の方ですよね。そうですね。あそこは。なんか、その、役所があったんですか。室町幕府が指定した。いや、多分、特にないと思います。でも、志和郡でもなで、ないんですよね。志和郡っつうのは、岩手県の真ん中付近ですね。ここ、ね、だよね。大崎、一回離れてますね、だいぶ。離れてるんですよ。大崎の丘陵にすると、こういう感じです。 この岩手山城の付近が実は大崎市の城も同じところ、同じところだったんで、うん、大,崎の大崎市っていうのはこのピンクの部分が大崎市の丘陵ですね。うん、で、その上に葛西市の丘陵があると。葛西市がこういうふうに広がっていると。市は家鐘が乗り込んだ時からそこなんですか、本拠地は。家鐘の頃は、最初の頃は、どうもこっちの市和群に入ってるんですね。 直文の頃に大崎に移ったと。うん、いつ頃から大崎に移るんやったかなというのは実は意外と分からない。大崎さんという名前とあれは関係ないですからね、<laughs> 大崎さんという名前はどうもあの下草の国のあれだったから、いつ頃からあ,のあそこに入っている、多分この秋文さんの、あっとこの持ち合この人だと思うんですけどね。国って あの辺にあるんですよね。もつここそてが近いですね。北畑家秋家もその辺を本拠にしとったんですか。うん。ただあの1338年のこ頃に石橋氏に敗れてあの福島県の両前に移ってます。だからまあ先生も38年の段階で実は秋家結構弱ってる可能性あるんですね。これそれに敗れた。<laughs> 迎撃して戦死してもだと言うんで、まあ、昭恵軍は多分、欧州から出ると強かった。さっき、あの、両艦令って、吉良光秀と司馬忠茂してました。二人おったんですか、欧州艦令って。もともと四人です。あ、四人いたんですか。四人いたが、二人減ってきたんですね。で、そのうちに、この欧州キラキがボートだけじゃ、多分司馬だけが残ると。一番最初から、お前、欧州意見は、時は四人おったんですか。四人おったんです。まず、多分。しょ。 家金、ね、がそう、大集館に行った方も4人おったんですね。これからだと5人だけど,どれかだ、誰かが違ってて、確か4人あの全,部全部で4人おったんですで。その4人がちょっと入れ方をして4人。で、この中で他の連中が脱落していって、大鷺が残るんですね。そうです。で、大集館令は、えー、芝家金か,から次の忠持ちまで。 引き継がれたけども、その次に室町幕府が方針変化して、ー府を鎌倉府に移しちゃったので、欧州関連はなくなってしまったと。なとでそれが持ち上げの代に復活するんですが、もうこの時には欧州た、多分そのときに応酬単体という名前が変えられて、で権限も大きく削られると。行政権がなくなっちゃったんですね。うん 王全体要するに軍、軍事主義権だけを与えられたと。うん、た,だただこれ軍事主義によっても実際に軍事主義できるわけでもないから結局まあ諸殺令の中のトップに立つと。どうもあの丸飯旧機によると欧州六つの国では大崎市がトップでで伊達と芦名と南部が続くんやったかな。でその下にいくつかこういうふうに海藻がちゃんとこう。 大崎が伊達上だというのはやっぱりしわけだからですかあ。足利一門ですね。確かに<か>そうですか。うん、伊達は足利一門じゃないから。そうそう。伊達南部足のはもうあの前代以前からの耐震、数分を支配する守護大名クラスの。こういうのはやっぱりのちゃんと論理的にできるんですね。足利一門の方が上やと、うんで。伊達は力があってもその下だと。うん そうですね、まあ、九州とかで言ったらやっぱり九州、丹大、渋川があってその下に大友とか島津とか菊池とかそういう守護神が並ぶと九州短でも同じで佐賀県の鳥栖付近に丹大領鶴は与えられてるけども広域的な業績は与えられないで黒人化していくと。笹川久保ができた時に それをよこせとか言って、だてともめてますよね。はい、もちろんね、笹川さん、稲村さん。うん、ああいうのは、ちゃんと鎌倉区の方で準備してやらないんですか、お前が、久保としていくんやから。久保としていくんやから、伊達政宗からと取り上げること許すよ。<laughs> 多分室町幕府的なあれではそうなんですよ。久保うん、クボとしてくんやから、達政宗の所領からいくつか取,り取るのを許すから、伊達政宗と交渉しなさいねと。 で政、ま、宗さんが嫌だったらもう、力でも取り,取りなさいと。自力救済ですね、典型的な。江戸幕府の場合、ちゃんとあげますよね。まあ、平和ですから。この時代は。戦争ですから。大義 <laughs> 名分だけあげるから、あとはどう使うかは君次第だよと。うん。実力でということなんですね。中世はそうです、基本的に。 あの裁判も全てそうですね。判決が出るっても、それあと、その執行するのはあなたよと。だから、判決書が出ても、何もなかったら何もできませんという。主語とか任命されても、そこのところに入っていって、その黒人たちに、あれ俺は主語なったんだとか言って、こう見せびらかしても、向こうがそっぽ向いたら、ジエンド実力を見せ,見せないとだめですね。王が鎌倉府から京都にに戻るとき 笹川九方は,はそこで京都に寝返って反鎌倉九方の拠点として生き残ります。で稲村九方はその時に鎌倉に帰っちゃいます。そうすると笹川九方が京都に寝返ると欧州丹大も作るんでしょ新しく。うん欧州丹大と笹川九方の間でまただからの主導権の座があって。で 足利義成は前半は結局この頃の大崎市がはっきりしないのは結局室町幕府が笹川区保を東北の代表者に認めたんで大崎市いらなくなっちゃうんねなるほど笹川区保をそのまま京都の出先みたいなしで使おうとしたわけですそうですそうです京都は、うん、ちょうどその頃大崎市の取り次ぎやった柴家があのやる気なくなっていくのと 逆にこの笹川九方の取り次ぎであった細川家がまあ力をつけていくそういう時代でもあったからだから多分大崎がこの頃全く系図も分からんし、うん、何やってたかも分からないっつうのはほとんど分からない先に持ってきよったというぐらいしか分からなくて安藤氏並みの安藤氏ま以下の情報しか入ってこないのは多分 そういういとところかな芝本家が力を失ってるからやる気もなくなってるし、力も失ってるし、慣例として何かしようという気も、芝家にもなくなっちゃってるわけですねそれ,それどころか、芝吉哉は慣例になるときにあの家臣どもが押しかけてきて、吉哉は慣例の器ではございませんから、何つもご勘弁ください言って、吉則のもとに押しかけてくるという, <laughs> う、やる気のなさが激しいという <laughs>。 でこれあのほんまに吉剛がバカだったんじゃなくて、一応、まあ,あのそういう大義も言けど、実際には官僚をやる金がないと言、うん、うんで、吉則もそれを分かってるから、あの所領をやるからやってくれと、将軍家の御領所からあのいくつか土地をあの引き渡すから、それで官僚やってくれと、義則から言われて、だったらやります。<laughs> でも笹沢久保のは最終的には大崎と戦って滅ぶちゃうんですかいや、大崎というよりは、じゃ南欧州の黒人たちに滅ぼされちゃうんですね。大崎は特に手を下してません。多分やらかしたのは伊達さんなんかが悪い伊達さんなんかがや,やらかした、がやっちゃった。いやこれで、大州の短大という形で大崎復活しますけど、大州の短大が復活したからといって、大州に対する支配。 力が強化されたわけではない多少強化されたんです、はい、いやほとんど強化されてません基本的に大崎市は一番栄えた時期言うとも結局芝市ししとのやり取りが増えてるだけであって特に広がったとかそういうことありませんで、にもかかわらずその伊達種旨なんかから見ると欧州短大になりたいと やっぱりあれでしょうね、あの上杉氏との関わりで、初代以下の扱いしか受けないのは嫌やったんでしょうね。私あれそうじゃない要するに、伊達種宗にとって、要するにあの実力を持っている黒人両親にとっての欧州短大のうまみというのはあの、要するに扱いがワンランク上がるんですよ。<laughs> 要するにマウンティングというか、序列化、マウンティングなんです。 越後守主の上杉や越後の守護代のな長尾を付き合うときに王将丹大という資格を持ってると、うん、あのタイで行けるね。ヘリクだったら手紙を出さないと受け取ってもらえないですよね。<laughs> あの黒人ではで<さ> <laughs> それからないと何も力があってもお前黒人やんかと。そうそう でこれ欧州からしたらものすごく理不尽な気持ちがするんですねいや守護ないやんとうち。<laughs> あの事実上君たちは守護並みの権力を持ってるああの渡してるんだよって言われて、あのー、で実際に尊そこらの守護よりもはるかに広い地域と広い富と軍隊を持ちながらでかんあの官職も左の大部あの大前大部とか あのああの赤松並みの大前大善大部赤松並みですよね赤松とかその赤松並みの大前の大部を持ちながらお前黒人やんってやられちゃう盾ってねずっと五位とか四位とか簡位持ってますよねそうなんですよでにもかかわらず黒人なんですねでも,これでもこれ黒人なんですよ継続作っててね朝廷の官職と室町幕府の官職と 二系統あるんやとまあ厳密に言うたら朝廷の官職も一つのこのマウンティングなんですけどもそこのところにそうあのもう一つの <laughs> ヒエラルキーが出てくると。日日本本ててですね日本てで <laughs> で朝廷の官職で言えば結構高いの持ってますよねだけ<構>なんで。すよで将軍から返金ももらってるし。うん にもかかわらず、室町幕府の役職で守護でも守護代でもないやんと言われるわけですね、うん、そうなんですよ名古屋上杉から。うん、非常にあの理不尽な気がしますけどね。理不尽ですね。<laughs> なんかあの大学の博のに博士課程出てたのに、博士号もらえてない文学研究家の悲哀ですね。<laughs>